いやあ、刹那啓介だよ。今回は、継ぐの日の第4作目になる、この刺繍ってやつをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。継ぐの日シリーズは、もうホラーの演出がすごいっていうことで有名なフリーゲームだと思うんですよね。俺も方の実況でも、第1話から第3話が実況動画として出されているので、よければそっちの方から、ストーリーの関連性はないんですけど、そちらの方から見ていっていただけたら嬉しいと思います。今回はその、第1話、第3話から続く第4話、まあ、第4作目やけど、一応外伝になるんかな。そんなゲームです。というわけでやっていきたいと思います。ホラーゲーム。結構怖いゲームなんでね、継ぐの日って。これ注意とかあるよ。大きな音が鳴りますので、音量にご注意ください。ホラー表現が含まれていますので、苦手な方はプレイをお控えください。若干俺の方で音量を調節してあるんでね。どうかな？動画で見るときはどうなるかな？ほんと怖いよね。エスケープでメニューを開く。傘は攻力5、続いて攻撃するもんをなぜか5ってやるってことは5回使えるってことになるかな？右手で10円玉電話するときにいいんですよ。電話の概念があるらしい。で、これはルート通り進んでいく感じのゲームらしい。右向いたり、左向いたりもできるらしい。電話してこよう。なんかようわからんけど。これが自分の家で出て行って電話してこようの状態なんやけど、なんで家で電話せんの話になるよね。ストーリーがようわからんけんね、まだ。ストーリーはどんな感じでこんな展開になっておくかっていうのはちょっと気になるところ。電池多いね、なんか。電話がある。そしてこっちに怪しいこんなもんまであって。電話が真正面で道路の真ん中にあるんだ。向こう行けんのか。じゃあ電話するために来たんだったら電話するしかないでしょ。怖いなこれ。電話、もしもし。主人公セーブずっと落ちたんだろう。あ、セーブできるんだよここで。まさかとは思うけども、これ以降セーブできんとかいうこと？え、それ怖いな。10円玉落ちてないどっか。今落としたんやけど、トトトトって言わんかった？気のせいであってほしい気がするんですけどね。絶対削る。おいおいおい、安全第一、安全第一、安全第一。お前の頭の方がやだ。よっぽど危険じゃって話。あとは帰るだけでいいんだ。安全第一、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 安全第一。いや、逃避しとっても始まらんけん、進もう。なんなん今の。白い服の女性で倒れてる。白雪姫か。現代の白雪姫か。え？そりゃええってなるわな。大丈夫ですか？ん？え、なんだこの腕。病気か？病気でこんなんなるん？なる病気もありそうな気はするけど、これ爬虫類の腕してるよ。それに何か匂う。何の匂いだ？触らない方がいいかな。ちょっと待ってください。え、誰？ああ、今のは自分やな。今警察と救急車呼んできますから。呼んできますからって、え、どこに呼んでいけばいい？電話は10円玉切らしたけんもうないよね。入った。あ、そうか。あ、救急のボタンあったよな。こういうさ、電話ボックスのやつも。この電話ボックスって最近時代的になくなってきたけんね。珍しいな。久しぶりに見るな。
緊急ダイヤルでつながるかな。そういうことだ。あ、もしもし。アパートの前で人が倒れてて。あ、主人公アパートから来たんで、ここまで。場所は、あ、まだセーブできた。確かこの行きってあるでしょ。行き点が HP とかスタミナかだったような気がするよな。とりあえず呼んできてましたよ。負けるときにゴツンだね。立ってるやん。あれ起きても大丈夫なんですか。あー、戦闘始まった。エンターで振りほどくとかある。やめんかい。やめんさい。なんだったっけな。戦闘できてで様子を見る。あ、やめなさい。呼吸がゼロになったとしても刺繍があると死にやすくなります。攻撃するしかねえ。あ、主人公男だった。先の方に、ね、あ、そういうゲームだった。そういう余計ゲーだったんや。今の一周で避ける系のゲーム始まっとったんや。こっちじゃ。落ちたやん。様子を見る。よっしゃ、避けた。呼吸は上がった。そういうゲームだった。逃げれんのこれ。よいしょ、避けた。うまいんやけど、何をすればいいんだい。よいしょ、ミスった。ミスったやん。攻撃するしかないやろ、これは。もう倒せ。避けた。倒すしかないんじゃん、これ。攻撃を何回すれば、何回できるか知らんけど、倒しちゃったよ。なんだよ、この人。死んだ。マジ。やばい。逃げよう。あ、こっちか。もうアパートに戻ってる日もなんかないわ。いてはずだろ。こっち行くじゃん。行くしかないだろ。ほら、どかせ。安全第一。逃げろ。血は雨で洗おう。でも匂いが取れない。なんだよこの匂い。血じゃないぞ。もっとどす黒い不潔な感じの匂いだ。シナリオの進行、伝統のある方向へ進行してください。まっすぐやね。ゴミ箱オープン。入手アイテムとかある。何これ。シフト押すと地図を表示やって、めちゃくちゃ便利。シフトか。へえ、そんなんあるんじゃ。とりあえずまっすぐ行けば OK なんやけど。バカレミーチ。こういう時にこれを見るか。あんまいらないような気がする。こっち行ってみよう。多分遠回りしたらアイテムが手に入る方向に行く的な感じなんだろうなって感じだ。ん？道がどったんかは知らんけど、こんなイベントが始まる。匂いが濃くなったような。あ、それダメじゃね？やばいんじゃね？わかんのちゃうそれ。わあ、ほら見てみー。や、槍を使うって傘2回しか使えないようになっとる。おっしゃ、よけた。てか逃げるあるやん、よみたいな。逃げろってんだいな、これ。誰だ。こんなん見てられる暇ないんじゃ。この子を探してしますだって。1999年8月3日の夕方4時頃、家にいたが行方が分からなくなりました。はい、三島はかなちゃんやって。はい、分かった。今そんな見てられる暇じゃないんだ。探してられる暇もない。
っちゃったよ。なんかとりあえずあったから入っちゃったよ。電話ない。自分でも持ってないよね。はい、やめます。怖ぁ。デデイ君怖ぁ。デデイ君怖ぁ。おい、びっくりだ。ポスターだった。女が待ち構えとるかと思った。怖いって。これ、いろいろ怖いって。どっちに行けばいいんだい？わあ、逃げろー。5秒後先見たやん。5秒後先見たやつ。つまりこういうは、どういうことだ。こっちに行けばいいのか。畜生、なんだあいつ。よかった、あっとるらしい。そうだ、警察です。さっき呼んだ警察が来てるはずだ。アパートに戻ろう。アパートやな。女が倒れてた先にアパートがある。どっちだったっけ。あ、こっちだ。あれ、あー、ちょっと、あー、なんか先制攻撃されました。逃げよう。あんま逃げたら先制攻撃、次の戦隊で先制攻撃されるって聞いたけど、もう逃げよう。こっちでやったん、これ。何？お？なんだい？こんな道だったっけ。いや、実は俺も思っとった、こんなんじゃなかったような気がする。でも進むし、あー、まーす、わしわしわい、わしわい、わしわしわい、わしわしわい、わしわい、やばい、呼吸がやばい。様子を見よう。避ける。そうしたら呼吸が回復する。ミスター、避けれなかった、避けれなかったよ。あ、呼吸がだんだん下がっている。まずいぞ。あー、ナイス回避、ナイス回避、ナイス回避。あ、そんなんなし、そんなんなし、そんなんなし。突然そういう攻撃でやめてくる。やめろやめろ、いい。よしよしよし、オッケー、いい感じに逃げる。あ、それなしって言ってんの。よしよし、なんだこのゲーム。よし、逃げよう。スタミナ回復したじゃん。呼吸回復したけん逃げよう。右、多分右だと思う。逃げろ、とにかく走れ走れ。お、おまわりさんですか。まがまがしいおまわりさんやの。変な女に追われてるんです。この匂いだと思った、だと思った。うわあ、お前とも戦うんかい。ああ、わお、呼吸回復も、よし、ほーれ、かい、止めた、止めた。怖いな、この顔、この顔かわいいな、ゾンビちゃん、もう、あ、来た、やっちまった、もう、よけたやん、よけたやん、よけたやん、死ぬ、死ぬ、やばい、死ぬ、おっ、避けれん。なんか知らんけど、こいつ。ダメだ。逃げろ、逃げろ。逃げるか。こう。こいつら、人間じゃない。一度、アパートに帰ろう。呼吸がやばいって。本格的に助けを呼ばなきゃ。アパートの、このまますぐ。あ、あれ？アパートが。てか、行き止まり？アパートが消えてる。消えたアパートを探さなあかんない。こんな展開、ファンタスティック。張り紙があって、こう言ってこんなこと言っちゃったら、こっちに先の安全第一のところがこれやな。あー、呼吸がやばいんじゃない。よし、あ、やばい、戦うぜ。武器が砕けた。
使えるようになったってことやね。あーなんか先から避けれるようになってる、避けれるようになってきてる。あーもうだんだん避けれんようになってきてるもんこれ。これがまずいやな。逃げるしかないですもんな。え、呼吸の回復方法とかないん。どうしたら呼吸回復できるとかないんこれ。このままやりよったらもういつかやられるよ。お、なんか知らんけどゴミ箱見に行っけ。あー、ちょっと待って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 、そんななしやろ、なしやろ、そんな。こういう窮地に立たされた、そういう精神状態で、それはなんやろ。あ、そんなトラップなしやろ。ダメやん、これ。逃げるしかないやん。すごいゲームだぜ。まずいってなんかあるこれ。あ、右になんか道あるぞ。これだ。ゴーゴーゴー、気をつけろ、これまだ来るかもしれん。あ、よかったよかった。なんこれ、攻撃アイテムでニャヒルだ。ありがてー、怖い怖い。次でやったらもうこいつで攻撃するしかないだろう。どうだろう、ボーイ。わっ、叩きだー。やるぞもう、俺はもうやるぞ。首をしながら歯に切って。あー、やばいやばいやばい、強度やばいなってきた。倒した倒したんや。俺そろそろ死ぬよこれ。俺そろそろ死ぬ。ほら死んだ。ああどうすればよかったんやろ。あらま。というわけで、まあ、区切りがいいんで、パートはここまで。ゲームオーバーになっただけでもう襲ってくるやめてくれ。やばいゲームやね、これ。というわけで、今回はこの辺で、確かセーブはしとんやけん、とりあえず途中からはできるはずだよね。結構序盤だったような気がするけど。というわけで、まあ、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。暴れん坊のサンタクロースです。宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。刹那圭介のチャンネル登録をしたいという方は俺をクリックしてくれ。皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベル、ジングルベル、腰にくる。